大田博士ちごは、日本の映画プロデューサー、映画監督、脚本家である。第一回監督作品、宇宙快速船公開時のポスター。1928年8月8日、神奈川県横浜市に生まれる。東京市大森区長府峰町の旧生、東京中学校を卒業して、旧生、東京高等師範学校に進学。同校は百四十九年五月に、 設立された新生、東京教育大学に包括されたため、同学哲学科に在籍、1953年3月に同学を卒業した。好きな映画で生活していこうと考え、同年4月2日、定期採用第2期生として東映に入社した。企画本部に配属され、東京撮影所演出部に配点された。同年1月29日に、 1> 第1作が公開された小石栄一監督の魚オガの石松シリーズや内田トム監督の土壇場森と湖の祭り家代美代寺監督の素晴らしき娘たちあるいは伊賀山正光1959年2月11日公開の黒い指の男で監督に昇進した先輩の飯塚マ一らの作品に助監督として参加している 満33歳の誕生日を目前とした1961年7月19日、ニュートーエーラインで公開された千葉晋一の主演作、宇宙快速船をもって監督に昇進した。翌1962年には、東映商事が制作した住友銀行の PR 映画、ある日のバス通り裏を監督。 同作は1958年4月7日から1963年3月30日に NHK 総合テレビジョンで生放送されたテレビドラマバスドリュラのスピンアウト作品である。1963年3月31日公開の特別機動捜査隊、同年5月12日公開の特別機動捜査隊東京駅に張り込めをそれぞれ監督した後、恩師、 家白美代寺の監督作、露房の石では、チーフ女監督を、同じく、内田トムの監督作、木が海峡では、セカンド女監督を務めている。1965年1月15日に公開された、あの雲に歌おうを最後に監督作はなく、1966年6月4日に公開された、深作金字の監督作、神風やローマヒルのケツとの共同脚本に参加して、 以降は、プロデューサーに転向した。プロデューサー転向第一作は、同年10月25日に公開された、北海の暴れ流で、植木照るに次いで企画としてクレジットされた。以降、深作金次、高森立一、山口和彦らの作品を多く手掛けた。1969年4月8日同年6月17日に、放映された、笑って、よいしょで、 初めて連続テレビ映画を手掛ける。1970年5月23日に公開されたヤクザ刑事はシリーズ化し、計4作を手掛けた。1977年には、水島新嗣の土下ベ梶原一騎影丸上野の空手馬バカ一代といった当時の人気少年漫画を実写映画化した。1980年以降は、203コーチとテレビ映画、 203高知愛は死にますか大日本帝国、日本海大会戦会ゆかばといった対策戦争映画を立て続けに手がけた。日本海大会戦会ゆかば公開直後の1983年8月7日、東映を定年退職する。1年半後の1985年3月には内田トムの評伝、夢を吐く人間、内田トムを上司する。同書に記された。 当時の肩書きは東映東京撮影所チーフプロデューサーであった。1986年5月24日に公開された白い野望を発表、同作が生前最後の作品となった。生前は埼玉県四季市に今日構えていた。1988年10月13日死去した満六十歳没。特筆以外すべてのクレジットは 企画である。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵を、現存状況についても記す。国立国会図書館蔵書等に見る、単調、論文等の書誌である。ありがとうございます。